曲紹介。そこそこレベル高いけど、このステージに挑戦するときには持ってるよね。ではスタート。倍速スタート。最初はプドール夫人をできるだけエクスプレスで倒して資金集め。新ステージが出てるなんて気づくの遅かったけど、この端末は最強端末ではありません。一番弱い端末になるのかな？レベル40縛りしていた端末は、誤ってレベル上げちゃったから使えないんだよ。持ちキャラの総合で言えば、この端末めっちゃ弱いです。キャノンブレイク早く撃てますが、威力は最弱です。3日後のバトルもこれ来るのでしょうか？面倒ですが準備しておきますね。アッパタヒカリ在住の、コンスタンスと申します。っていうよりもこの編成、タンクが射程390だとしたら結構危ないんじゃないでしょうか？白に弾使う意味がよくわかりませんが、とにかく手持ちで考えると四天王最弱な端末です。ニャンマのレベル50もありますが、この攻略では一発当たればよろしいと思ってください。攻略にかかった時間はおよそ8分。資金はプドール夫人が定期で来るため心配ありません。厄介なのはブチゴマ様でしょうか？キャノンブレイク合わせればいいだけなのですが、正直タンクを追い返すのに使いたいです。しかし劣化を打ってくるタンクって面倒ですね。高い攻撃力そのままに広範囲に攻撃できるのですから厄介です。ここからハニワンワンが出てきますが2体だけ相手します。劣化の届かないところから妨害できるキャラいるにはいるのですが、ノーアイテムで出すのと、再生産を考慮すると厳しいです。白に弾ポンポン出せるわけじゃないのですが、それでも優秀なのは変わりありません。最近は黒炎とかぶっ壊れキャラが出てきてますが、どっちが優秀かと言われますとどっちにも欠点はあったりします。資金調整だけ気をつけて倒していきます。黒キャスを主に使う理由として、レッド無効と射程で勝ってる部分が大きいです。ニャンマは簡単にやられますが、うまく当たれば時短になります。こうして見ると狂乱のタンクってこれとどのくらい攻撃力が違うのでしょうか？同じくらいならレベル20でもクリアできそうですが、第3形態がまともに使えない状況で勝てるのか？残念ながらそれを実証することはできません。最初速攻を考えて攻撃力アップ小中を重ねて、覚醒ムートレベル40、ニャンマ55で挑戦しましたが、攻撃力 25% アップでも間に合いませんでした。もっと強いキャラを準備しないとダメですね。出せない時は足止めに専念して、確実にダメージを与える機会を伺います。始まりの資金は安定しませんが、準備できればこのレベルあればなんとかなります。おやおや倒しちゃいましたね。ダルターニャクーン、お風呂の時間よー。わーい、僕お風呂大好き。コンスタンスも一緒に入ろうよ。もう甘えんぼさんね。お湯は貴重だし、いいわ、いらっしゃい。これからニャンニャンタイムだ。あっ、君たちには見せないからね。ただいま参りますー。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。